ことしか思ってないよ。違う。なんだ、男の元気になる、料理を始めると。あ、ほぼほぼそうです。よかった。それが元気のためというよりは、男の胃袋をつかむために和食作りを始めると。あ、なるほど。和食意外ですよね。なんかもっとイタリアン、本当それこそ、確かにとか作りそうな感じが、ね、どういうのを作ってるかっていうのをね、こちらですね。わー、本格的。おう、これたまたま北海道のロケでお土産にホッケとイクラを買ってきた時に作ったご飯で、うん、これ私先輩方にちょっと聞きたいんですけど、やっぱり最終的に料理っていうのは大事なんですか？大事だと思いますよ。自分の子供も食べていく食事でもあるし、旦那さんも食べていく食事だし。え、幸村さん料理しないんですか？しないです。全く全くしないです。なんかもうそこ立つやつ全員料理しようらへんな。シェリーもそうやし、ないかも。好きな人ができても作らないんですか？好きな人ができたらそっから勉強します。そっか、そう。いや、みんな言うねん、そうやって。全員、うちの奥さんも結婚する前言ってたもん、結婚したら料理習いに行くからとか言って。しないですか？結婚したらお前キックボクシング習いに行く。マジやぞ。エリーは付き合う人は日本人、外国人どっちが多いの？外国人の方が多いですね、今までこう数えたりすると。それはなぜまた外国人がいいの？愛情表現が同じなんだと思います。小さい時から私はこうハグたくさんしてもらったりとか、キスしたり I love you っていっぱいこう言われて育ってるので、うん、そういうのを日本の男性の方にするとなんかもうこんななっちゃったりとか、恥ずかしいみたいになっちゃって。いやいや、ハグとかそんな。で、あんまり好きだよとか愛してるよとかってあのそんなに言わない文化だから、ね、この人私のこと本当に好きなのかな、どうなんだろうとかってなっちゃって。え、でもそれって後藤さんみたいな感じの人に、うんうん、I love you とか好きだよとかハグとかされて大丈夫ですか？どういう意味やろ。なんやねん急にお前。そら俺かてそういう環境で育ってたら俺かてで笑うな。